ミルキーです。今日も暑かった。なんか雨降ったり曇ったり、雨降ったり曇ったりだけど、あっち決してねランニング日和じゃないんだけど、あっちあっち言いながら今日も走ってきました。目指せ48キロ。48キロに戻ったらホールケーキを一人でね全部食べるのが夢なの。誰にもね分けない、独り占めして一個ね丸々こうガーって口で食べる。だからそれを目指して今頑張ってるからね、邪魔しないでねって。誰も邪魔してませんね。失礼しました。ということで今日もビール飲みましょう。今日のビールはこちら、ガグアのルージュ、ガグアのルージュ。なんか滑舌悪い。ルージュ、いいよね。これが昨日飲んだガグアのブランクっていうのかな、あれとの仲間。なんかこっちの方がスペシャルエディション、なんか濃いっぽいよ。でね、昨日その飲んだビール飲む前に見てなかったんだけど、今見たらね、ガグアの3つの約束っていうのがあって、ガグアしさ、しっかりとしたボディ、あと柔らかな炭酸っていうのがあるんだって。あのね、柔らかな炭酸っていうのは本当にすごい感じた。とガグアしさも感じた、しっかりボディも感じた、今日も感じるはずだよね。ってことですっごい期待してます。ってことで開けちゃいますよ。なんかね、ものすごいたくさん山椒が入ってるって言うんだけど、昨日もね山椒感はなかったんだよね。でもこれはね、昨日よりもいっぱい山椒が入ってるんだって。さて入れちゃう。なんだろう、このよだれが出る香りは。ルージュって書いてるけど Looks like black。 黒でしょこれ。泡もこもこ、でもやっぱり黒に見えるんだけど、ルージュなの。ほら、全然透けてもルージュ、ルージュブラックじゃない。まあ、とりあえず飲んでみよう。ってことで、本日もお疲れ様でした。乾杯。乾。甘い。泡が甘い。甘々。なんだろう。レーズンみたいな味するよ。甘い。ハイアルコールでこの甘さっていうと、あれを思い出した。デリリウム、オークエキスっていうのがあって、オークエキスってなんだろうね、わかんない。なんかね、これはね、ローストした麦芽とスパイシーな山椒をふんだんに使ったどっしり重厚な味わいって書いてるんだけど、やっぱね、残念ながら私の舌ではね、山椒は感じられないな。山椒かもって感じなんだけど、山椒は感じないね。やっぱレーズンの味がする。
いいし、ジュースみたいな感じもするし、やっぱりね、甘い。で、全然苦味は、まああるけど、ほとんど感じないかな。炭酸が柔らかいのがいいね。なんか落ち着く。いい。おいしい。これね、何の食べ物に合うんだろうね。甘いからやっぱりあれかな。日本酒の獺祭のようにさ、ああいう甘いお酒には辛いものがあるらしいんだけど、やっぱね、これにもね、大根の妻が合うんじゃないかと思います。大根あったかな、ちょっと見てみる。ナイス。なぜか、なんだかわかんないけど、スイカしか入ってないというね。スイカしかない。いいんだけどね、スイカ好きなの。私はものすごいスイカが大好きで、スイカはね、多分1個食べれる、でっかいやつね。まあそんなの食べれるからって別に何の自慢にもなんないんだけど、スイカがね、ものすごく好きですね。こよなくスイカを愛してます。だからね、今の時期はいいんだよね。冬になるとさ、まあ買おうと思えば買えるけど高いでしょ。うん、やっぱり数百円で買いたいよね。だから冬のスイカはダメ。今の時期にでっかいの買って、まあオール独り占めして食べたいくらい大好き。そう、ビールの次にスイカが好きかな。ジュースっぽい。ジュースなのか。なわけないよね。ところでね、暑いから熱中症予防で皆さん気をつけてお水をたくさん飲んでる方がいると思うんです。でもね、3杯か4杯のうちの1杯だけでもアクエリアスとかのポカリスエットみたいなスポーツ飲料に変えると、ものすごくね、体調が良くなるっていう話をね、2年前にね、お友達から聞いて、でそれを試したんですよ。そしたらね、まあそのせいじゃないと思うんだけど、関節の痛みがなくなったりとかね、あと疲れやすさがね、ちょっと解消されたりとか、なんて言うんだろう、すごいね、その病気とまでは言わないけど、ちょっと困っちゃったな、みたいなのってあるじゃない。それがね、一気に解消された覚えがあるんだよね。だから、それでもね、毎年忘れちゃうんだけど、去年も忘れてたんだけど、今年も忘れてたんだけど、先週から思い出して、でかいペットボトルでね、買ってきて、で、お水、500ml と、ポカリ 500ml と、まあ、交互に飲んで、バランスよく、電解質を取るようにしてます。そうすると、なんかね、寝起きも良くなったし、頭の中ぼーっとするとか、記憶がおかしいっていうのもなくなったし、なんかね、ちょっと元気になった。お肌も良くなったんじゃない？それは関係ないか。やばい、これは美味しい。ね、そうだな。デザートワイン、なんだったっけあれ。デザートワイン、アイスワイン、キフワイン、なんかいろんな呼ばれ方する甘いワインがあるんだけど、それに近い。なんかほんとデザートみたく飲める、飲みたくなるっていうか、デザートっぽい。あ、なんか最後の一口もったいないと思う。これは本当に美味しい。こいつはいいぞ。好きだ。カフワシリーズいいね。っていうかさ、ファーイーストブリュワリー。いいね。気に入った。
はさ甘くてなんかちょっとやっぱり普通のビールとは違うんだけど、でもこれはちょいちょい飲みたい感じがする。ただ高いんだよな。しつこいけどこんなちっちゃいのにさ600円か680円ぐらいするのがね残念だね。300円ぐらいだったらね週に週1買ってるねっていうぐらい美味しい。これもぜひおすすめ。飲んだことない人はぜひ飲んでみて。ちょんまげ絶対うまい。ただアルコール弱い人はどうなのかな。これもアルコール度数が 10% だから結構ねガツンとくるかもしれない。でもほんと今日は美味しいビールに巡り合えてとっても幸せ。すごい良かった。嬉しい。家具はうまい。なんか合格ですね。で私に合格もらっても別に嬉しくもなんともないと思うけどね。気に入りました。ってことで今日のビールはカグアのルージュでございました。今日も美味しいビールありがとうございました。じゃあまたすぐ会いましょう。またね。 See you. Bye.